はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのヘリコプターと救命ボート7738です。袋は6でパーツは445個、シールシートが1枚で説明書が2冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは4体です。要救助者の男性、このセット2008年16年前のセットになってますんで、まあ、ちょっと古めな感じしますね。背中にもあのプリントはついてません。で、顔はこの一つだけになってて、手に持ってるのはまあ発煙筒みたいな、そんな感じかなと思います。パーツとしては嬉しいですよね。で、ライフジャケットをつけてないっていうのがちょっと意外だなと思いました。レスキューヘリコプターのパイロットが2体、服装としては全く同じものになってます。背中が特にこれもプリントはありません。まあ、ただ正面のプリント結構かっこいいなと個人的には思います。顔はそれぞれこの1つだけです。最後はレスキュー隊員です。この人だけフィンをつけてますね。で、服装に関してはさっきの2体と全く同じパーツを使ってます。で、この人上から降りてって、救助する隊員ということなんですけど、シュノーケルとかはつけてないんですよね。あとサングラスをかけてるということで、まあちょっとそういう意味では珍しいかもしれないですね。それとサメが1匹ついてます。目が昔の仕様になってますね。こうやって上顎を動かすことができるようになってます。次に救命ボート見ていきましょう。いいですね。形、それからカラーリングともにすごくかっこいいなと思います。で、上の方とかね、ランプがついてたりとか、あとね、アンテナもありますし、シールいっぱいついてるんですけど、まあそこも含めてちょっとメカメカさもあっていい感じじゃないかなと思いますね。で、これ一応このオレンジ色のパーツ、それからサイドのこの白い部分、これ開けようと思えば開けられます。なので全部開けることもできるんですよね。まあ実際はあの入り口だけなのかもしれないんですけど、ちょっとねその辺わからないんですけど、こうやって開けられるのはすごく遊びやすくていいんじゃないかなと思いました。で、一応この部分が入り口になってて、内側には最大4名とね、シールが貼ってあります。シール結構多めですけど、こういうところ細かくていいなと思います。で、内側にはオレンジと黒の警戒色、ここもシールなんです
ですけど、すごくなんというか雰囲気が出てていいなと個人的には思います。で、内部には白い箱があって浮き輪が一つ置いてありました。固定はされてません。で、ライフジャケットはやっぱりついてないですね。で、内側スタッドがそのまま露出してますんで、ここに例えばこうやってね、要救助者の男性を座らせて、で、この状態でこうやってね、周りのパーツ閉じることができるんですよね。これは遊びやすいですよね。あとはこんな感じでちょっと開けて、これ振りながら流されてるシーンを作ることができるということで、なかなかリアルじゃないかなと思いますね。そしてレスキューヘリコプターです。かっこいいですね。レスキューヘリコプターいろいろ紹介しましたけど、これメインローター6枚ブレードになってますんで、そこそこ大きなヘリコプターになってます。サイズ感見ておきましょう。ミニフィグと比べるとこんな感じです。存在感十分ありますよね。これで全長が約35センチになってます。フロント周り黒い部分印象的ですよね。これ60166にも付いてましたんで、おそらくこれの後継が60166という感じになるかなと思います。で、60166にはアンテナみたいなのも付いてましたけど、これにはライトかな、無色のクリアパーツが付いてますね。まあ、おそらくセンサーとかね、そういったのも付いてるという設定なのかなと思います。ここかっこいいですよね。で、その上風防なんですが、カクカクっとした感じもいいなと思います。で、高さも結構ありますんで、中もしっかり見ることができますね。で、この部分をカパッと外すことができるようになってます。中はこんな感じです。パネルにはメーターとかなんかね、ゲージみたいなのもついてて、これシールなんですけど、メカメカしくてかっこいいなと思います。で、その後ろシートが2つついてて、真ん中にはこうレバーもね、ついてるということで、かっこいいコックピットですね。で、2人乗せるとこんな風になりました。若干乗せにくいですね。この両サイドが出っ張ってるのと、あと結構ね、このパネル部分が、椅子に近くなってるんですよね。なので必ずこうやって手が上に上がってきます。これ自体はね、悪くないんですけど、入れる時に固定するのがね、ちょっとやりづらかったですね。で、もちろんですけど、この状態で、さっきの風防ルーフを戻すことができます。いかがでしょうか。しっかり顔確認できますね。いい感じじゃないかなと思います。で、サイドから見るとこんな感じ、顔見えるんですよね。で、後ろにも窓あって、ここから前をね、こうやって見ることもできるということで、なかなかいいですね。で、デザインなんですが、真ん中にオレンジ色のラインがありますね。その下青いラインがあって、上にも青いラインがあります。で、一番底の部分オレンジ色がずっと後ろの方でね、上がってってますんで、まあ、それに従ってここら辺も上がっていくんですよね。実はここの部分がシールになってて、それ以外の部分はパーツになってます。ここね、つながりよくできてるなと思いました。全体的に統一感もあっていいですね。で、メインローターについては先ほども言いました、6枚ブレードということで、かっこいいですよね。で、これですけども、すごくスムーズに回ってくれるんですよね。いかがでしょう。むちゃくちゃ綺麗ですよね。存在感バッチリじゃないかなと思います。あと、テールローターももちろん回せますんで、メインローター、テールローターを回して離着陸して遊ぶことができるようになってます。いいですね。で、メインローターの下のエンジン周り、メカメカしくていいですね。前の方のね、これは何なのかな、吸気口なのかな、ちょっとわかりませんけど、こういうところいいなと思いますし、グリルパーツもね、嬉しいですよね。で、後ろの方の排気口でしょうかね、こういうところもまあエンジンっぽくていい感じじゃないかなと思います。かっこいいと思います。で、その下両サイドなんですが、ここにコーストガードとね、ついてますよね。これ全部シールになってます。で、クローズオープンとありますけど、ここを持って上にこうやってね、上げることができるようになってます。同じように反対側もこんな感じ、開け閉めすることができるということで、これ嬉しいギミックですね。そうすると中にアームが入ってます。これを外にこうやって張り出すことができるんですよね。で、これウィンチになってて、これをビビビビビーっとね、引っ張ることができるようになってます。ミニフィグに持たせることができるということで、これなかなかいいですよね。で、この状態で、反対側ここにオレンジ色のボタンがあります。このボタンを押すと、はい、こんな感じで、巻き取ってくれるんですよね。もう一回やってみましょう。ビビビビビーっと出して、このままボタンを押すと、はい、こんな風に巻き取ってくれるということで、これはなかなか楽しいですよね。ということで、赤いパーツを要救助者に持たせて、このままこうやってね、運んでってもいいと思いますし、この状態でオレンジ色のボタンを押してビーッとね、引っ張り上げてもいいということで、これはかなりリアルだと思います。ちなみにウィンチのところの赤いパーツを外せばフックが出てくるので、これをビーッと引っ張って、このフックをこの救命ボートの上に引っ掛けます。で、これ重たいんですけど、一応ウィンチで
ちょっとだけ引き上げることができました。まあ、これだけでも結構ね、いいんじゃないかなと思いますね。このままこうやってね、運んでいって遊ぶこともできますよね。それと付属品として担架がついているので、ここにこうやって固定して機内に固定もできるんですよね。これね、傾けても落ちないようになってるんで、これはなかなか遊びやすくていいんじゃないかなと思いました。で、もちろん中に入れた状態で、両サイド閉じることができるようになってます。いいですね。あと横の部分が出っ張ってるんですよね。なので、ここに立たせて、救助してるシーンを作ることもできるんですね。滑り止めのパターンのシールもついてますんで、かなりそれっぽいんじゃないかなと思います。それとその後ろ、ここの出っ張りもあるんですよね。なので、まあ一応ね、ここは立たせようと思えば立たせられますね。で、メインローターも当たらないので、まあ遊べるんじゃないかなと思います。タットもありますし、なんかね、それっぽいパーツもついてるんで、まあ遊び方としてはいろいろあるのかなと思いました。あと一番後ろ、テールローター回せますよのとこなんですけど、この辺のパーツ細かくていいなと思います。それから垂直尾翼なんですが、シールが両サイド貼ってあります。ここ2つパーツを使ってるんですよね。こういうところ重厚感あっていいなと思います。上についてるランプもいい感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。救命ボートがついてるのいいなと思いました。ウインチのギミックもよくできてると思いますんで、楽しめるセットだったんじゃないかなと思います。このセットのパーツは445個です。以上、レゴシティのヘリコプターと救命ボート7738を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。